Peggy 18. In Dragon's Dogma, you are part of a living world full of rich, diverse characters who can steer you towards adventure or grave danger. By sharing pawns with other players online, you will always find warriors ready to fight by your side. In this battle, you are not alone. このゲームの NPC、まあ、400体以上いますし、完全にフルボイスになってます。本当に、生きている人のように、さまざまな人と関わって自分の実際のクエストだったりストーリーを展開していく。ボイスアクターっていうところはそこに合わせる形で150から200人ぐらいのアクターを使用しました。その地域に根付いてる人っていうのをその音だけではなしにそのキャラ独特の声が出たり今回でいうと訛りが少し入ってたりっていうところですごくその地域ごとにそういうのがあってでそこで息づいてる人たちの言葉として喋るっていうのはすごくそのリアルさを演出しているという意味では表現できるんじゃないのかなと思います。 The duel is well and settled, Harrison. Be gone from my sight at once.ユーザーが、ドラゴンズドグマを触れて敵と戦闘してアクションを始めた時に感じてもらえるリアリズムの部分ですね、まあ、グラフィックの部分でリアリズムを感じてもらうのも当然なんですけどもこちらが攻撃したけど敵の反応だったりとかこちらがまあ掴みかかったりそのまあ触り心地だったりとか大型モンスターと僕プレイヤー含めてパーティーの4人敵と対峙するんですけどもそれが織りなすリアリティのある乱戦の状態っていうのが多分ユーザーを刺激すると思うんですね。ポーンの貸し借りができるネットワークの仕組みがあるんですけど、自分には、メインポーンとサポートポーン2人います、そのメインポーンは、世界中の人に貸し出しすることもできますしサポートポーンの2人は、実際世界中の人から借りることができます。ネットワークを通じて他の世界にいるポーンを借りてくるっていうところが実は大きな意味を持ってましてでその代わり他の世界でいろんな経験をして情報を持ったポーンを借りてきたりもしくは自分のポーンを他の世界の人たちに貸し出して経験させて帰ってきたりすることによって他のゲームだといろいろ調べたり街の人に話聞かないとわからないようなことは実はポーンが自分から教えてくれたりこの世界の案内人の代わりとしてプレイヤーを誘導してくれたりヒントをくれたり時に励ましてくれたり助けてくれたりさらに借りてきたポーンに関してもボスの弱点だったりとか、行ったことないダイジョンの道しるべだとかいろんな情報を手に入って共に、そういうポーンたちと遊ぶことによってより、ゲーム性が、ゲームとして冒険することが楽しくなるという仕組みが入ってます。スタッフ間でのポーンをね抱えて投げたりとか崖から落としたりするんですけども世界中のいろんな人が作ったキャラクターが登場人物のようにうろうろとしてます、まあ、友達のポーンを借りるというのはすごく楽しくてですねあいつがこんな見た目の太ったキャラクターを作ってるだったりとか、まあ、こんなセクシーなキャラクターを作ってるっていうのをしかもあこんな戦い方をするんだっていうのを僕は今開発ですごく楽しんでやっています。やっぱり戦闘シーンっていうところで、まあ、自由度の高いところはすごい好きで職業によって自分からこう飛び乗って切りつけていくっていうところも楽しいしそのちょっと今回は魔法使いになって後ろから攻撃したりっていう一つの戦闘でもやっぱりいろんなシチュエーションがあるっていうところは僕にはすごい熱い要素ですごいやってて楽しいですね。リムの結晶っていうアイテムをポーンがよその世界から持って帰ってくることがあるんですがどれだけ自分のポーンがよそのところに行って活躍してきたかっていう評価がそれでされるんですね。そのリムの結晶をたくさんもらうと自分よりレベルの高いポーンを借りることができます。レベルが高いってことは多分知識も多いと思うんで次の冒険のすごく役に立つ情報を持って帰ってきてくれます。一緒につながってる感じがすごく楽しめるし返すときにちゃんとメッセージをつけたり評価をつけたりプレゼントを渡したり綺麗に着飾って返してあげたりそれをもらったときの嬉しさっていうのはすごく格別なんであんまりない体験になると思うんですけどもオンラインのポーンを使った仕組みに関してはかなりゲームにおいても画期的なすごい仕組みだと思います。本当にユーザーに新しい楽しさを提供できるものになっていると思います。
このゲームのアクションは本当にすごく素晴らしくて、もう世界一のアクションだと思います。その不思議な世界に迷い込んだ感じっていうのを味わってもらえればいいかなと思います。Whether you're interacting with any one of the hundreds of fully voiced NPCs or trading pawns with other players online via the Rift, you're always connected to the deeper world of Dragon's Dogma. Explore your environment, nurture your pawns, make connections, and when the battle comes, be ready.